ます。おはようございます。三平さん今日誕生日です。おめでとうございます。ありがとうございます。正面、真ん中、前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 、
これ嬉しかったわ。こんな写真どこから持ってきたん？すげえ。すげえ。嬉しいなぁ。あとこれをさ、作ってくれるのは嬉しいもんね。こっちにもあるんでしょ？感触はいかがでしょうか。そうですね、まだまだやっぱりこう自分の膝のことも考えながらプレーしなきゃいけない状況ですし、まあそのコンディション的にも、あとは、まあ、ボールになれるようなこの目のトレーニングじゃないですけど、目もそうですし、まだまだピッチには戻ってこれましたけど、そのやることがいっぱいあるなっていうのを、まあ、改めてピッチに立って感じたのが、まあ、今の、素直な感想です。まだキャンプ1次キャンプも半分と、あと2次キャンプとありますが、どんな気持ちでトレーニング積み重ねていきたいですか。そうですね、まあ、やっぱり選手なんでプレーしたい気持ちは、早くプレーしたい気持ちはあるけど、そこをまあ、木村さんだったりチームのトレーナーの人たちと話しながら自分のできることをちゃんとやって、まあ、1次キャンプはそのコンディションを上げつつ、2次キャンプの途中ぐらいから 100% の状態で戻れるようになれればいいなって今は考えてます。これかぶれって言われたんだけど。すいません、ありがとうございます。本当に嬉しいです。でもみんなに本当に言うことは本当一つしかありません。黙って俺についてこい。いいゲームさせてやる。俺からとっておきのプレゼントがあるの。いらねえよ。俺はとっておきのやつがあるんや。しょうもねえとか言うなよ。でも家から持ってきてるだったらすごいね。しょうもねえとか言うなよ。ほら、誕生日おめでとう。重いよ。重いよ。重いよ。こいつさ、俺今ちょっと感動したの。家から持ってきてくれたんだと思ったんだけどさ、ガッツし。そこのさ、テーピングとさ、ボロボロの段ボール。このテープちょっと変えたら俺今まだ分かんなかったの。このテーピングでも分かっちゃうわ。そんなわけ分かんないの。やっぱ甲府のタイガーウッズにはさあ、しっかりボール。ちょっと待って、お前さあ、ええガチじゃん。ガチなんだ。ガチなんだけど、どう、タイガーウッズ、甲府のタイガーウッズ。いや、これは嬉しい。しかも本当にいいやつ。そうやろ、本当にいいやつ。 それサイン書こうかなと。タイガーって書いてある。
石じゃなかったっしょ。石じゃなかった。石じゃ。え、すげえ。嬉しいんだ。おめでとう。ありがとう。あー面白くできねえか。マジかよ。え、嬉しい、ありがとう。でもなんかこれも使うのもったいないし、箱も捨てらんねえな。どうせ使ったらすぐなくなるじゃん。でもなくなんねえよ。こうプレボーイってなくなるって。なくなんねえよ。わーって言ってなくなるじゃん。これは嬉しいわ。ちょうどボール買おうと思ってたし。ありがとう。さあありがとう。